い、でちょっとじゃあ中古屋さんにね、はい、行ってみたいと思いますけども、中古屋さんといえば、はい、私今ここ来ておりますけど、はい、銀座のハンターさんどうです、ね、これはね、あの第1回目の YouTube でもね、はい、話しましたけどね、 CM を挟ませたと思います。でまさにこのね袋が、はいはいはい、手作業なんですね。でもね、このハンターで買ったレコードの数は僕はかもう数知れないですね。いや僕もそうですよ、もう本当に安くてね、ありがたくてね、ただもう何百回も何千回も言いますけども、はい、ホチキスで止めちゃうんですよね。そうそう、あのホチキスさえなければと。でも高い版って中にあったじゃないですか、はいはい、あれだけはちゃんとでもね、それをやるようになったのはだいぶ後なんですよ。そうか、昔はもうとにかく何でも全部止めて、途中から1000円ぐらいの版から、あの一旦袋に入れて、はいはいはい、外からね止めてるようにしました。今でもね、自分のレコードの中にホチキスの針を見つけると、あ、これハンターで買ったんだって思うものもありますから、ね、ちょっとハンターから出たレコードのホチキス外す辺はちょっとまた別の回で、そうですね、やらせてもらいます。あと、あの有線落ちのべったりシールの貼り付いたシールの剥がし方講座もまたやりますから、はい、それはお楽しみ、はい、また分担に気味ある柄の、そうですね、承知でやりますから、はいはい、でハンターはこれが割と馴染みがあるんですけど、 ね、その前にやっぱ紙の時代もありましたですね。やっぱ紙の方がいいですよね、紙の袋、うん、いいですね、やっぱ紙はね。でもね、80年代中盤ぐらいまでは紙が中心だったように思いますよね。そう思いますよ、うん、やっぱこのタイプになるのはだいぶ後なんですよ。そうですね、うん、だからもうレコード屋さんに限らず普通の商店でも、昔はパンとか果物を買うと紙の袋だったじゃないですか、うんうんうん、それがいつの間にかこっちになっちゃって、うん、右になっちゃって、なんか味気なくなって、うん、今それがまた有料になっちゃってるから、ね、で、あ、そう、ハンター LP の袋で、あ、 LP はね、あんま覚えてないんですよ、ね、LP の袋でこれの大きなのがあったんですけど、これは知らない、一つ前かな、このすごい、これもすごいいいデザインじゃないですか、いいデザイン、なんかピチカートファイルみたいじゃないですか。そうですよ ね、渋谷系っぽい感じがする、すごいおしゃれなね、いい袋だなと思って、うんうんうん、でも多分僕もわかんないですよ、このこれもこれビニールタイプですけど、うん、これにも紙のタイプがあったんじゃないかな、それ持ってないんだ、持ってないんですよ。でもこれビニールの質が違いますよ、こっちの、うん、違います、あのペラペラのやつですね、違います、何、うん、て言うんですか、あれ専門用語わからないけど、うん、はい、そうなんですよね、はい、ハンター、本当にハンターだけでずっとお話ししていたいんですけども、はい、まあそんな時間もそろそろ大丈夫ですか、はい、あ、もう一つだけじゃん、ハンター、はい、青のタイプ、それ知らない、それいつですかこれ多分この頃じゃないんですか ね、 ね、ちょっとね、前後関係はわからないんですけどね、うんうん、そういう、さすがにそこまでの記録はないので、うんうん、でも多分広い日本のことですから、うん、ちゃんと、しかもこれ穴が2つある、2つあるんですよ、ね、持ちやすいんですよ。なるほど、でこのタイプってめったになくないですか、うん、僕もこのタイプはまだうちなんですけど、うん、これは1枚しかなかった。で僕ら HMV 時代は CD を入れてたので、うん、あのこういうこっち側に HMV ってあるんですけど、こっち側にプロモーションのアーティストの、ね、そうなんです、これショッピングバッグ試作って言って、ここをメーカーさんに買ってもらうんですよ。でも当時はそのタワーとか H の袋を持って、うん、こう街を歩くのが、まあ、ちょっとステータスだったんですよ。なるほど、だから そういう試作が、あの輸入版屋さんね、シスコの袋とかね、はい、そう確かにそう、おしゃれだった。だそこが宣伝媒体になるわけじゃないですか。そういうこと、ね、その話はちょっと後で、そうですね、はい、で、まあ、ハンターのいろんな袋があって、はいはい、であとはですね、レコファンさん、残念ながら渋谷店が閉めちゃいましたけども、でも最近武蔵小金井、ね、そうなんですよ、できてね、あと、はい、あの秋葉原のお店が、はい、あの常設店になりました。でこのレコファンさんは、はい、あのずっとあの透明なあのちょっと、今度袋はずっと今でも使ってらっしゃるんですけど、その多分前がこの袋だったんですよね、うん、これ覚えてますね、覚えてるんですよね、うん、これが長かったと思います、はい、まあ、これ7インチも入るし、うん、CD も入るし便利な袋だと思います。でもね、レコファンさんはまあちょっとね、最近はいまいちだったんだけど、やっぱ90年代はね、ずいぶん安く買いましたよ、LP とか。そうですよね。ね、いや、本当お世話になってますね。だって90年代そんなにレコードブームではなかったので、うん、結構安かった記憶がありますよ。これちなみに、まあ、渋谷、新宿、吉祥寺、町田。うん。町田にもあったんですよね。うん、いや、あ、下北さんね。はい。レコファンさんでした。はい。そして、先ほどね、蒲田のお店を閉められてしまいましたが、エトセトラレコードさん、まあ、ここはですね、もう廃盤ブームの時にね、一躍名を馳せましたね。だって一時こうテレビの中古レコードって提供エトセトラレコードって必ず書いてある、それで有名になった、ね、お店ですけど、まあとにかくね、でも坊主足ではね、あのレコード提供何でも鈴木ひろゆきになってますからね、なんだろう、それは分かんないですけど、ね、で
まあ、古い歌謡曲好きにとってはね、はい、もう素晴らしいなと、もう目の保養になるような、うん、まあ、なかなか高くて買えないものも多かったんですけども、ちょっとその、あ、こういうのがあるんだとか、ね、うん、すごく学ばせてもらったお店です。ちょっとね、閉店整理来たかったな。なんか ね、噂では閉店前は5000以上買うと半額になるって言ってたんで、そうでしたか、うん、来たかったな。ね、ギブラブリターン、それ初めて、それがキャッチコピーなんですね。そういうことなんですね、うん、アイシャルリターンみたいですね。セットなレコード。でもね、廃盤レコードっていう、やっぱりそう、廃盤っていう概念をやっぱり作ったのは、うん、だって廃盤専門店ですもんね。そう、廃盤アワーとかいうね、うん、アルバムも出たりしましたけども、うん、まあ、やっぱりタモリクラブと、うん、セットなレコードの近くじゃないですか。そうですね、そして、これはね、ちょっとね、これはかなり個人的に好きなレコードさんだったんで、すごいおしゃれですね、これいい袋。あのね、渋谷にあったテネシーさん。あ、それ知らない。すいません、うん、あのね、宮益坂の、はい、坂の途中のビルの一室だったんですけども、オールジャンルなんですよ、うん、でね、あのちっちゃなお店なんですけども、はい、いつも必ず行くと、うん、あの物静かな店主さんがいらして、はい、レコードとか CD を見て、いいのかとかってなんですけど、なんかね、思わぬ掘り出し物があったりとかしてね、値段もそんなに高くなかったし、とてもいいお店。でも鈴木さんってすごくレコーダー屋さんやっていたから、レコーダー屋さん気持ちが分かるのか、入ったら絶対買っちゃうじゃないですか、大して欲しくなくても。でもやっぱりこういうとこ行くと、やっぱり何かしら買おうとするでしょ。鈴木さん正直やっぱりちっちゃなお店って、うん、ここがちっちゃいって申し訳ないですけど、うん、あの出づらくないですか、何も買わないで。僕は平気なタイプですよ、ハンバーガー1個でも買うタイプなんで。なるほど。でもなんか何かしらあったお店でしたよ。なるほど。あのオーナーさんお元気でしょうかね、もしご覧になってたらご一報ください、はい、見てないと。ご一報いただけなくてもいいんですけど、元気であれば。はい、はい、そしてこれいつぐらいなくなっちゃったんですか、テネシーレコード。テネシーさんはいつまであったかな、でももう10年以上経つでしょうね。あ、そうですか、10年以上聞かないのかな。2階が切手屋さんだったかな。あ、そうです、3階だったと思います。なるほど。ビルはもちろん今でもあります。渋谷郵便局に行くちょっと手前、ああ、あの辺ですね、はい、はいはいはい。そして、あとね、あ、じゃあね、このね、いわゆる第3回、野口五郎が好きなんだけど、五郎さんといえば何の曲ですか？これね、最高級のです、ね、はい、